デクラン・ライスは、イングランド・ロンドン・キングストン・アポンテムズク出身のプロサッカー選手、プレミアリーグのウエストハム・ユナイテッド・ FC に所属している。ポジションは、MF、DF、チェルシー・ FC のユースチームを経て、2014年にウエストハム・ユナイテッド・ FC のユースチームに入団。U-23 リーグで力をつけた後、プレミアリーグ2016から17。 シーズン最終戦となった2017年5月22日のバーンディー FC 戦の試合終了間際にエジミューソン・フェルナンデスとの交代でトップリーグ初出場。翌2017から18シーズンの2017年8月19日のサウサンプトン FC 戦でトップリーグ戦初先発。同シーズンは監督がスラベンビリッチからデイビッド・モイーズに交代する苦しい。 シーズンで、ライスは重大ながら最終ラインに定着。チームは13位で、トップリーグに残留。2018年4月には、クラブが選ぶシーズン最優秀選手の投票に、マルコ・アルナウトビッチに次ぐ支持を集めた。2018から19シーズンのマヌエル・ペレグリーに、体制では、新加入のジャック・ウィルシャーらの怪我の影響もあって4から、1から4から1のボランチの位置に収まる。 2019年1月12日のアーセナル FC 戦ではサミルナスリのアシストからプロ初ゴールを決めた。ペレグリーに体制で欠かせない戦力となり、そのポテンシャルの高さもあって、シーズン終了後にはレアルマドリードが興味を示すなど、案の定競合からの関心を集めた。ロンドン出身ながら、祖父母がアイルランドのコーク出身だった関係で代表チームは、 ユース世代から2018年まではアイルランド代表でプレイ。U-17、U-19 代表の最優秀選手に選出されるなど注目された。2018年3月23日のトルコとの親善試合で19歳でフル代表デビューを果たした。しかし、同年末にイングランド代表入りを目指すことを宣言。 2019年3月に初招集を受けた。一方でこの代表クラに、アイルランド代表サポーターは激怒し、ライス自身も脅迫を受けた。2020年11月18日、UEFA ネーションズリーグのアイスランド戦で、代表初得点を決めた。2021年、UEFA ユーロ2020では、レギュラーポジション得て、チームの準優勝に貢献した。 ありがとうございます。